皆さんこんにちは、一品館の清原です。それではね、こんなに小さいアンプですね、AR5 の AI303 スペシャル、税別14万5000の販売価格ですね。こちらでですね、このリバイバルオーディオのですね、スプリング3というスピーカーを鳴らしていこうと思います。まあ、これはね、先ほども紹介しましたけども、180mm という比較的大きな口径で、玄武岩というね、材質を使ったこの高音質を使うウーハー、そして 28mm のテキスタイルドームを搭載する2way のブックシェルフ、リアバスレフ、後ろに結構大きいバスレフのポートがありますけど、バフレスレフスピーカーですね。で、キーテイクアンプはですね、AR5 の AI303 スペシャル、ダック内蔵の DQ のプリメインアンプですね。出力は 25W 8 ohm、50W 2 ohm ですね。入力は RCA のアナログが2系統、3.5mm 4極ステレオミニのアナログが1系統、トス光と同軸 RCA のデジタル入力 SPDIF が1系統、384kHz 32bit、DSD11.2MHz まで対応する USB-C の入力が1系統、あと Bluetooth、スマートフォンとつなぐための Bluetooth、そしてテレビとつなぐための HDMI ERC 入力ですね。こちらは192kHz 24bit となっておりますけども、HDMI 信ケーブルの中に流れている信号というのは、同軸デジタル信号と同じ信号が流れておりますので、従来の SPDIF 信号が流れておりますので、イヤークで聞くとですね、PCM は 192kHz 24bit、もし DSD が対応できるんであれば 2.8MHz まで聞けるというふうになります。消費電力は 63W。幅が215、高さが61、奥行きが257、重量はわずか 2.3 キロという高いアンプです。で、まあ、このアンプのですね、特徴としては、まず DQ のですね、パワーステージを搭載しているので、こんなに軽く、こんなに小さなアンプでも、低音がしっかり出るということです。で、これはですね、ポークオーディオの R200 のですね、AE ですね、エディションモデルですね、をモニタースピーカーとして開発して、その R200 のですね、限定モデルをですね、きちっと鳴らすだけの音質にまで仕上げるために相当な努力をしました、はい、で、その努力の結果どのような音になっているかというのを今からね、このウーハーの大きい、こんな9キロっていう比較的中型以上のサイズのブックシェルフをですね、鳴らしていって、このアンプの実力を確認していくとともに、先ほど聞いていた HD アンプ1スペシャルとのね、音の違い、そういった部分も確認していこうと思います。ただしですね、電源ケーブルは、先ほど10万円ぐらいのを使っておりましたけれども、これはAR5 の KDK-OFC という、2メーターで5500円ぐらいのものにダウングレードしております。で、その後ですね、まあ一応電源ケーブルでどれぐらい音の違いがあったのかということを確認するために、HD アンプアンスペシャルにつないでおりました、この AET のですね、TSD-HR という 1.8m で 97,000 という電源ケーブルに変えて、どれぐらい音が良くなるかというチェックもしてみようと思います。それではまずインスト3曲、ボーカル3曲ね、インスト3曲から聞いていこうと思います。
アンプをね、変えてインスト3曲聴いてみました。まあ、せせらぎはですね、もう鳴り出した時から、こう、水の音も十分細かくて、水量もあって、広がりも豊かだなというのが、わかりました。で、なんとなくね、アンプを変えて音が悪くなっているはずなんですけど、それがほとんどわからない。わずかにね、鳥の声がちょっと聞こえにくくなってるかなっていうぐらいの感じで、多分ね、全般的に少しずつこうスケールが減ってるんだと思うんですけど、本当にちょっと気づかないぐらい、多分音ももちろん悪くなってるはずなんですけど、それに気づかないぐらい普通に聞けたなというふうに思います。で、エルガーの愛の挨拶なんですけど、これピアノの音はね、やっぱりきちっと低音が出るっていうのは、こんなに 2.3 キロっていうアンプでも、これだけピアノのね、重低音がきちんと出るっていうのをお分かりいただけたかなと思います。で、バイオリンもやっぱり細かくて、しなやかで。で、こう、やっぱりバイオリンとピアノが、こう、デュエットっていうかね、こう、混じり合って、上手に一つの音楽を奏でてるっていう様子もきちっと伝わりますし、まあ本当にバランスが良くてですね、こう音楽的に聴いて、演奏を聴いていて、なんかこう不満が出てくるような鳴り方は全くしないという印象でした。で、コンチェルトなんですけども、冒頭のハーモニーの弦の分離も十分ですし、低音は多分減ってるとは思うんですけど、その低音楽器の音階とかリズムがはっきり聞こえるので、まあ、その低音はわずかに減ったとしても、それがあまり気にならない。きちっと、ハーモニーの持っている重厚感とか厚みとか、そういうものが表現されるな、というふうに思いますし、ソリスト、ヒラリー・ハンサーのバイオリンも、きちっと、一歩抜けてきて魅力的に聞こえるな、というふうに思いました。で、立体感、定位感、音の広がりも全く問題ないですし、まあ、本当に、さっきの2曲と同じように、全部がね、少しずつこうグレードダウンはしてるはずなんですけど、音自体が、例えば、マランツをベースにしてる、ティアックをベースにしてるという、全く違うものをベースにしながらも、出来上がってる音が、テイストがもうほとんど同じなので、なんか違いがあんまりよくわからないなと。僕が作ってるってこともあるかもしれないですけど、僕には違いがあんまりよくわからないな、ということ、感じはしますね。もちろん、これからまた HD アンプ1に戻したら、わ、すごい良くなってるなっていうのは思うんですけど、このアンプに変えたから、AI303 スペシャルに変えたから、なんかもう全然ダメだな、グレードダウンしたなという感じはなくて、美味しいところがきちんと出るので、十分に音楽は楽しく聴けたなというふうに思います。では、引き続きボーカルをね、3曲聴いてみようと思います。Thank you.
と違う気がした。流行りのカフェで待ち合わせようなんて、先に着いてたのもこんなこと初めてね。ささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー、夢も箱違ってるけど、それが僕と君のハーモニー。夜空をただ彷徨うだけ、いつまでもずっと忘れずに。エアボーンのね、 AI303 スペシャルで続けてボーカルを3曲聴いてました。まずあのネバーアブソリューションですけど、音の広がりも大きいですし、バグパイプの高音もよく伸びて、この響きのね、エコーのところも非常にクリアで、SN がいいなっていう感じですね。あと音の質もあの、安物のアンプじゃない音ですよね。きちっとあの、ハイファイの高いアンプと同じような感じの音の質で鳴るので、まあ、それすごく嬉しいなっていうふうに思いますね。低音はですね、後方にあの、きちんと広がりますけど、やっぱりあの、電源ケーブルを持ってた HD アンプ1スペシャルに比べると、若干あの、一番低いところはちょっと少ないかなっていう感じはしますね。で、ボーカルが入ってくると、ちょっとボーカルの高音がね、あの、他のアンプに比べると、まあ、高価なアンプに比べると、ちょっとザラつくような感じもしますし、あの、分離もやっぱり HD アンプ1よりもちょっと悪くて混ざってるような感じもしますけど、まあ、あの、価格やこのサイズを考えたら、まあ、十分以上の音質だったんじゃないかなというふうに思います。ストレンジャーですけど、まあ、あの、金属の音はやっぱりすごく綺麗にこう抜けて、SN が高くて濁りがないっていうのは、これはこのアンプの一つの魅力だなと思いますね。で、指打ちの音もとてもあの、はっきりしててリアルですし、で、伴奏もあの、しっかり低いところから出て、声も本物っぽいですし、全般的にこう、弾いていて楽しい音で、ちゃんとあの、ストレンジャーっていうのを聴ける、このスピーカーをきちっと鳴らしてるなっていう感じがしました。で、夏の終わりのハーモニーですけどね、ピアノはやっぱりね、あの、イントロのところ、低音が、あの、HD アンプ1プラス、10万円の AT の電源に比べると、やっぱりちょっと低いところが、ちょっとだけ減ってるなっていう感じがしますね。で、まあでもその、あの、アンプと電源のグレードダウンというか、あの、この、サイズダウンを考えると、もう全然十分に出てるっていうふうに思います。で、高音がですね、暴れずに、こう、やっぱりしっかり伸びるっていうのは、これはエアボーンならではのね、魅力。普通上あの、このサイズ、この価格帯のアンプであれば、高い音は荒れてきたり、濁ったり、ぼやけたりするんですけど、そこはやっぱり高級アンプと同じように、きちっとあの、高いクオリティと、SN 感を持って鳴らしたいというあの、明確な目標がありますから、それはきちっとあの、クリアしてるかなと思います。で、ボーカルが入ってくると、ボーカルはね、ちょっと若いかなっていう感じがするのと、あと伴奏とボーカルが混ざったところで、
若干音が濁るっていうね感じがしますけども、まあ、それも多分非常に高いレベルなので一般の人はあまりわからないんじゃないかなというふうに思いました。では続けてね、電源ケーブルを AET の 1.8m 97,000円、TSD-HR に変えてね、同じアンプで同じ曲を聴いてみようと思います。ではインスト3曲から聴いていきましょう。電源ケーブルをね、5500円から9万7000円に変えてみました。結果としてね、音は良くなってますけど、まあさすがにこのクラスのアンプに、電源ケーブルをそれだけいいものに変えても、10万円投資した分良くなるかと言われると、それはちょっとやっぱり疑問なんで、まあ、やはり最初に組み合わせてる5500円の電源ケーブルぐらいでも十分かなと。で、まあここまでいかなくても AET でも2、3万までぐらいの電源ケーブル太いのありますから、まあ、電源ケーブルの追加であればそれぐらいでいいのかなという感じが、しましたけども、せせらぎはですね、もう水量がやっぱり増えてですね、だいたい情報量全体的に 30-50% ぐらいアップしたかなと。で、鳥の声がちょっと聞き取りにくかったのも聞こえ始めたなっていうふうに思います。で、エルガーの愛の挨拶、やっぱりもうグランドピアノのね、重さが全然違うし、バイオリンの密度感、そういった部分も電源ケーブル変えることによって、密度が濃くなる、音が重くなる、希薄だった音が、こう、
こう満ちてくるっていうかね、重厚になるっていう感じがはっきり分かりましたね。で、広域に力も出ましたし、あの低域も力が出るんで、全般的に周波数方向にもダイナミックレンジ方向にもあの拡大したなと、はっきり音が良くなったっていうのは分かったと思います。で、バッハバイオリンコンチェルトですけど、やっぱりこれ弦のね動きがこう大きくなって鮮やかになりますし、あのソリストバイオリンのですね、あのヒラリ・ハーンさんの存在感もより大きくなりました。トータル の演奏の躍動感ですね、この運動はやっぱりすごく大きくなって、リズムハーモニーも明快になりますし、非常にいいなという印象でした。ただまあ、あのこのアンプの立ち位置としては、イメージとしてはあのかなりいいスピーカーまで鳴らせますけども、今回聴き比べた10万円までのスピーカーで、オベロン1ですとか、スペクター2ですとか、あとポークの MX15 とかね、あんま MX15 安いスピーカーですけど、あとワーフデールとか、まあ、このね、ペア15万円ぐらいまでのブックセルフの非常に良いスピーカーと組み合わせるにはとてもいいかなという印象があります。あとテレビとの親和性も高いし、熱も出ないし、まあ、リビングに置いていただければ、サブシステムとしてね、例えば100万200万もっと高いオーディオを持ってる人がこれを使ってサブシステムとして聞かれても十分納得していただけるだけの音が出るのかなというふうに思いました。ではね、ボーカルを3曲続けて聞いてみようと思います。Mm-hmm.
誰もどこか違ってるけど、それが僕と君のハーモニー。夜空をただ彷徨うだけ、誰よりもあなたが好きだから、素敵な夢憧れを忘れずに。ボーカルをね3曲聴いてみましたけど、個人的にはねやっぱりなんかボーカルの方が違いが大きかった感じがすごくしますね。まずネバーアンアブソリューション、やっぱり音場がより広く広がって、バグパイプの高音もリアルですね、しっかりしてきたと思います。 SN の良さは相変わらずいいんですけど、低音がですねより充実してきて、重さとかね、より低い音の低さっていうのが出たかな。で、声のざらつき感もちょっと消えて、まあ、イメージとしては 2K が 4K になったような感じで、このソフトでは結構電源ケーブルの差は大きかったかなっていうふうに思いました。ストレンジャーはね、やはりこれ高音がですね、SN が改善して伸びる、あとはアタックがしっかりしてくるんで、指打ちの音もリアルですし、金属の音も綺麗ですし、で、なおかつ低音もそれに負けずやっぱり充実してくるので、このソフトでもやっぱり周波数レンジとね、ダイナミックレンジが拡大したっていうのは分かりました。でも、電源ケーブルを変えたことによって変な癖がつくっていうことは一切ないなっていうふうに思います。で、ボーカルもスッと抜けて、とてもこう、訴える力が強くなって、満足感は上がったというふうに思いました。夏の終わりのハーモニー、イントロのピアノはね、ピアノのやっぱり複雑な、響きの複雑さっていうのが、やっぱり5500円の電源ケーブルでは出なかったところが、やっぱりこの高い10万円の電源ケーブルに、その複雑さっていうのがきちっと出てくる。で、ギターの音もですね、やっぱり上質なギター、高級な楽器を弾いてるっていう質の高さっていうのが感じられるようになりましたし、ボーカルはちょっと軽かったかな、ちょっと若かったかなっていうところが説得力を増して、やっぱりこの玉木さんの年齢なりの深みっていうのがきちっと出てきたように思います。で、ボーカルと伴奏がちょっと濁ってたからっていうところも完全に解消して、十分に良い音になったなっていうふうに思いました。まあ、ともかくまあ電源をね、こんなに高いの使わなくてもいいんですけど、やっぱりこのアンプとして、このサイズでこれだけちゃんとしたスピーカーをきちっと鳴らしてくれるっていうのはなかなか他にはない性能をね、やっぱりエアボは持っているのかなっていうふうに思いました。まあそういう目的でこれは作りましたから、非常に手の込んだ改造をして、で一般的にね改造するとなんか変な音になるっていうイメージが強いと思うんですけど、それは素人がやった改造なので、私一応音の聞くっていうトレーニングをきちっと指揮者に習字してやってますし、ソフトも自分で録音してそれを再生したりして、まあピアノの調律はできませんけど、ピアノの調律ができるぐらい繊細に音を聞き分けることができて、でそれが好き以外じゃなくてフラットに聞くことができるので、まあ機械の評価ができるように、自分が作った機械もフラットに評価ができるので、やっぱり HD アンプ1スペシャルとこの AI303 スペシャル、全く母体は違うんですけど、出てくる音は最終的にほぼチューニングされた同じ音のゾーンに入ってくるっていう安心感もあると思います。まあ、そういった意味で小型で上質な音が出るアンプっていうのをお求めの方に、この AI303 スペシャルっていうのはね、おすすめしたいなと思います。テレビとの親和性も高いですし、リビングにとてもいいかなと。そう、邪魔にならずにいい音が出るアンプとしていいかなっていうふうに思います。では最後にね、イッソセレナーデと皇帝の冒頭部分を聞いて、次にアンプはですね、シンギングボックス3ですね、 CD も聴ける一体型のものに変えて聴いていこうと思います。
甘い口づけ、遠い思い出、夢の間に浮かべて泣こうか。忘れたまま風の頼りも途絶えたわけも誰に聞こうか、それとも泣こうか。君のことを思うたびに「そっと淡い恋が揺れるごとに」「寂しいそして悲しい」「いっそ優しい」「セレナーデ」「甘い口」遠い